はいどうもしゅんやんです。早速ゲーム実況やっていきたいと思います。今日やるゲームはマーダクラムバーチャルオンラインデスゲーム、ちょっと噛んだ今はい、こちらのゲームやりたいと思っております。ずっとね楽しみにしておりました。こちらのゲームの作者さんフォローしててね、絵がすごい上手いんですよねこの人。いや惹かれるっていうのもう魅了されちゃうよねでデスゲームを作ってるって見ててマジかと思って、でしかもこのイラストじゃないですか、これ新しい時代開くなってなんかねちょっと思っておりました。まあ早速やっていこうか。このキャラいい感じだね。まあニューゲーム、 BGM もほんといいよな。このゲームには暴力表現、グロテスクな表現がございます。気をつけます、気をつけますじゃねえや、このゲームはマウスまたはタップ操作で行います。はい、マウス操作方法、決定左クリック OK、 メニュー画面を開く、キャンセルは右クリック。カミカミだぞシュウヤン、大丈夫か。タップ操作方法、決定は1回タップ。メニュー画面を開く、キャンセル、2本指でタップ。なるほど、わかりやすい。シフトキーを押すとイベント中でもセーブが可能です。はい。コントロールキーを押すとイベントの早送りができます。はい。ゲームの操作方法はアイテム欄の基本操作情報によりいつでも確認可能です。優しい。プレイヤーに優しいね。シュウヤンすぐ忘れっかんな。お、始まった。マーダグラム。かっこいいね。バーチャルデスゲームだってどういうことなんだろうね。始まり方かっこよすぎだろ、センス半端ね。本プログラムを起動しますか。 Yes Yes Yes。 どっちが発音合ってんだろう。シアン英語得意じゃないから。お、桜庭探偵事務所。そこは父が個人で経営していた大して名も大きくない探偵事務所。ほんほん。片親でずっと私を育ててくれていた父は数年前他界した。兄弟もおらず身寄りもない私に父が唯一残してくれた居場所。そんな私は高校を卒業してすぐ迷わずこの探偵事業を継いだ。いやすげえな探偵継げるってことはよっぽど頭いいんだろうな。お、かわいい主人公だね。はあ、書類 OK、 名簿 OK、 あとはやることなし。ないんかい。退屈。大手探偵事務所はさぞ忙しいのだろうけれど、探偵ってそんな仕事バカバカ来るもんなのかね。人助けをしてこそ俺は生きている価値があると父は言っていた。ほんほん。そんな父を私も見習って立派な探偵になろうと日々努力しているのだが、仕事がなければどうしようもないわ。諦めちゃうの。たまに来る仕事だって浮気調査や犬猫探しがほとんど。浮気調査とかって本当に探偵さんに頼むのかな、気になる。でもどんな小さなことでも笑顔になれる人がいる。お父さん、私、頑張るから、いい子だ。誰もいない外から聞こえる車のエンジン音だけが、響く部屋の中で区切りどころおかしかったぞ、シュヤン。私は静かに再度心を確認した。お茶にしましょう、紅茶かな。そうして残りも少なってきた、あまり美味しくないインスタントコーヒーの蓋を開けた時だった。コーヒーだった。お、来たぞ。新キャラかな。はっ。思いもやぬ、舌が回ってないぞ、シュンヤン。思いもやぬよら、ちょ、やばいぞ。思いもよらぬ突然の来訪に、カップに移そうとしたコーヒーをこぼしてしまった。ほんほん。残りの一杯が、どんまい。新しいの買い行こうぜ。ほらほら、やばいよ。めっちゃピンポンされてるよ。今出ます。ありふれた小さな悲しみの余韻に浸る間もなく、落ちたコーヒーの粉を足でさっと隅に隠し、事務所の戸を開いた。手抜き。可愛いキャラ来るかな。男かな、女かな。女の子がいいな。女の子キャラ好きなんだよね、この作者さんのデザイン。こんにちは。いや、男も好きだけどさ。いつの間にやら外は雨が降っていたのか、服についた雫を払いながら訪れてきたのは物腰のいくそうな中年くらいの男性だった。男だった。はじめまして。雨の中ご足労いただきありがとうございます。あの、こちらは探偵事務所で会ってますよね。ええ、桜庭探偵事務所です。私は、この事務所のオーナー、桜庭弥生と申します。かわいいよね。名前のセンスが半端ねえ。あれ、消えた。あ、ちゃんとこういうのあるんだね。探偵って書いてある。立ち話もなんですので、どうぞこちらへ。そうして小さな机と小さなソファーのみが置かれた、こじんまりとした客前と案内する。あっと、申し訳ありません。今ちょうどコーヒーを切らしておりまして、お茶でよろしかったでしょうか。ああ、いえいえ、お気遣いなく。この人はイラストないのかな。お待たせしました。すいません、いただきます。桜庭弥生さんでしたね。随分とお若く見受けられますが、高校生って言ってたよ。
そうですね。元は父が経営していた事務所でして、私が高校を出てすぐ後を継ぎましたので、ごめんパチこいた、高校生じゃなかった、もう出てた。さようでしたか。ああ、ご挨拶が遅れてしまいましたね。私は清水和音と申します。和音さん。そう言って差し出された名刺を受け取り、同じように名刺を交換する。再度名刺に目を通すと、劇団アルト主催清水和音という文字が確認できた。劇団員の偉い人ってこと？はたまた浮気調査や犬猫の捜査かと思いきや不意をつかれてしまった。いや、そんなことよりも、劇団の方でしたか。え、そこは自分が経営しております劇団でして。すげえな、劇団アルト。私も存じております。お、もしかして結構有名な劇団ってこと？劇団アルト、とても面白いとあちらこちらで話題になっている劇団ですね。ほえ。脚本はすべてオリジナル、若者も楽しめるよう作られており、10代から50代まで幅広い世代からの人気をつかんでいるゆえ、毎回劇場は満員御礼、チケットの入手も困難で高額転売が後を絶たないとかなんとか。マジか、転売ヤーか、許せん。そうでしたか。それは話が早くて助かります。まあ、その劇団の偉い人が一体何の話に来たんだって感じだよね。ええ、まあ脚本演出もさながら演技もすべて素晴らしいと有名ですし、それは少し照れてしまいますね。うちの団員たちはみんな才能とやる気にあふれた若き精鋭たちで揃えておりまして。ほほんと、すいません、話が逸れてしまいました。構いません、早速ではありますがご依頼内容をお聞きしても？そうですね、実は私も幾分混乱しておりまして。混乱と言いますと？確か4日ほど前でしょうか、こんなものが届きまして。そう言ってカズネはスーツの胸ポケットから黒い1枚のカードを取り出した。何て書いてある？どんなものかと思いきや、ただのカード。これがあれかな、デスゲームの招待状的なやつなのかな。公演を中止したければ厄災が降り注ぐだろう、中止しなければだ。これは最後の警告。なるほど、予告状ですか。最後の警告ということは過去にも同じようなものが送られてきたということでしょうか。へえ、1ヶ月ほど前からちょうど1週間刻みに1枚ずつです。鬱陶しいな。1週間刻みか、それはマメな犯人ですね、本当にね。いたずらの線も考え、一応知り合いの専門家に指紋鑑定なども頼んだのですが、それが何も出てこなかったようで、用意周到だな。手袋つけてやってたんだろうな。何も指紋の一つもでしょうか。徹底してるね。はい、こちらは鑑定書になります。まあ正しく言えばこれを見つけた劇団員たちの指紋は残っていますが、関係者以外の指紋は出てこなかったようです。確かに事実のようですね。それ劇団員の中に犯人がいるってことじゃね、違う？へえ、ただのいたずらでそこまでするのかと今回調査をお願いしに参りました。そういうことでしたか、わかりました。このカードこちらで管理させていただいてもよろしいでしょうか。このカード1枚で犯人見つけられたらすごいよな。それはもちろん。では失礼します。メモに謎の予告状が追加されました。劇団内部で過去に何か大きな事故や揉め事はありましたか？あ、いえ、でもどうした？その前に一度だけ役者内で揉め事がありましたが、特に大事になることはありませんでしたね。やっぱそれなんかいるんじゃない、その中に犯人。違うかな、弥生さん。いえ、考え事です。団員の方々はこのことをご存知で？はい、このカードの存在に気づいたのも団員でして、みんな知っております。ふんふん、そうですか、ありがとうございます。では今回の依頼内容は劇場の安全確認、捜査、そして予告状を出した犯人の調査。弥生ちゃん一人でこれ全部こなすのかな。もう主演下がカミカミ、本当に。でも結構ハードスケジュールだよねこれ。以上でよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。おいくらかかるの？承知いたしました。その今回の件とはあまり関係ないことではございますが、一つよろしいでしょうか？ええ、何でしょう。失礼かもしれませんが、御社のような有名なお方がなぜこのような個人事務所にご依頼を？確かに怪しいよな。ああ、それは知り合いが過去この事務所に随分とお世話になったそうで、お父さんになんかいろいろ解決してもらったってことか。とても信頼できる数少ない素晴らしい探偵さんだと伺ったもので、私もぜひにと。お父さん、やっぱりお父さんはすごい。ありがとうございます。
こちらの依頼も責任を持って調査させていただきますゆえ、どうぞよろしくお願いいたします。でも期間も短いよね。本当ですか？いや、ありがとうございます。その隊員たちも気にしているようで、これで安心してくれればいいのですが。みんな弥生さんと年は近そうですし、お互いにやりやすいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。あれ、もしかしてキャラクター、なんか結構魅力的なキャラクターいっぱいいたじゃん。もしかして全員劇団員なのかな。いや、そんなことないか。劇場の方にも話は通しておきますので、調査の際はいつでもお越しいただければと思います。わかりました。ご丁寧にありがとうございます。本当にお引き受けありがとうございます。では自分はこれで失礼いたしますね。バイバイカズネさん。安心しきったような表情を見せたカズネは頭を深々と下げ、そのままこの場を後にした。バイバイ。じゃあどうなんだろう、こっから調査パート入んのかな。いや、まだか。さてと、久しぶりの探偵業らしい依頼。お父さんの後継者としてしっかりと頑張らなければ。まずはその劇団についてよく知る必要があるわね。ひとまずパソコンでネットにある情報から集めましょう。おい、これは？お、来た。基本操作はクリックです。はいはい。物を調べると入手できたり、特定のイベントが発生します。ほんほん。探索中のみ右上のメニューボタンが使用可能になります。これは？メモ、謎の予告状、ポピュラー。あ、これは操作か。 L は？あ、セーブだ。あ、違うな、 L はロードか。じゃあセーブだ。あぶねえぜ。これ設定は特にないね。じゃあとりあえずパソコン調べてみよっか。お、ウィーン、かわいい。さて、清水和音、人柄はとてもいい方ですが、少し目が泳いでいる箇所が見受けられた。ほんほん。何かを隠したがっているような気もしたけれど、でも劇団員を心配しているのは確かのようだったわ。劇場の場所を把握しているし、とりあえずは劇団内部の過去について探れれば十分ね。さすが弥生ちゃんだね。もう早速、なんつうの、人の行動とかさ、挙動を見て判断してるんだね。一応他にもいろいろと調べてみましょう。はい。じゃあウェブサイト行く。劇団アルト公式ウェブサイト。コンセプト。これまでの概念にとらわれず、若き英雄たちと共に斬新な舞台を作り上げていきます。うわ。劇団概要。創設 1990X 年。12月。主催、清水和音。バツバツ月以降公演予定日。2070年何月17日金曜開幕。2070年7月開幕予定。いっぱい書いてあるね。じゃあ次に、5代目所属役者鏡刹那。あ、これキャラクターたちの名前じゃね。スメラギメシアっつったかな、確か。ルリノの夢。ちょっとごめん、わかんねえわ。じゃごめん、読めない。結婚、早乙女ゆうま。衣装、花畑うららっていいのかな、羽畑はた、はたうらら。あ、どっちかな、わかんねえわ。音響、やめたわ、読むの。諦めた。ちょ、次、キャラクターたち出てくんの待とうぜ。オーディション要項募集、16歳から25歳の男女。オーディション内容1、演技、面接。キャストオーディションは随時新人を募集しております。現在、当劇団はスタッフその他人材の募集は行っておりません。はい。じゃあ次、最後、劇団についての記事いこうか。劇団について取り上げられている個人サイトやまとめサイトなどを回っていると、気になる記事が出てきた。気になる記事。劇団アルト、バツバツ獅子思想家。誰？現在その斬新な舞台演出により幅広い世代から絶大な人気を誇っている劇団アルト。歴史は浅く、まだ創設されて間もないが、近年急成長を遂げている劇団である。うん、ん、初期舞公演主演を務めていたのは劇団に所属する女性だった。この女性の演技は高く評価されており、ファンもあまた存在する。しかし2年前6月15日以降の公演を境に、主演の選出をオーディションに方針が突如変更されている。え？そしてそれ以降、今まで主演を務めていた女性は劇団の公演には一切姿を現さず、彼女のファンから無念の声が上げられた。 SNS ではこの件に対し再度出演を求める声や彼女の行方を求める声など、あまたの意見がつぶやかれている。しかしそれらの意見に対して劇団からのメッセージなどは何もなく、彼女のファンだった人たちの足取りは耐えて行っている模様。あららら。現役の主演が何の予告もなく突然消えた。少し引っかかるわね。安直とはいえ、この女性ファンの逆恨みの線も考えられるけれど、とりあえず有益な情報は入手できたわね。うん、主演も調べるときこうやってやろう。
定の情報を入手すると右上のメモに追加されます。ははメモの記録を利用しながら調査を、進行しましょう。はい。メモに劇団ヒロイン、消えたヒロインが追加されました。セーブしろ。あれ確か1週間刻みに予告が来ていると言ったけれど、言ってたね。一番新しいカードが届いたのは4日前。そしてこれは最後の警告。やばい。カードの言う厄災の期限まで、おそらく早くて、あと3日ってところかしら。まずは現状の把握をしたいわね。早速向かいましょうか。行くの？劇団に行くの？多分劇団員だろうね。この今回の出てくるキャラクターたち全員。あの、名前が読めない子いっぱいいたし、難しい名前のキャラクターいっぱいいたんだよね。ここで会ってる、はいよね。初めて来たけれど、本当に大きな建物ね。話を通しておくと言われたけれど、とりあえず受付に。あ、君。お、ほら、やっぱりそうだ。こんにちは、劇団員でしょ、君。弥生さんだよね。はい、そうですが。カズネさんから話は聞いてるよ。俺が代わりに案内任されたんだ。役者の鏡刹那と言います。よろしくね。イケメンオーラが半端ねえ。鏡か、拝みかと思った。鏡刹那。はい、え説なんだよね。ふに見えた。そうでしたか。わざわざありがとうございます。私は桜庭弥生と申します。案内の方、どうぞよろしくお願いします。いえいえ、お構いなく。チャラいぞ、こいつきっと。それじゃあ早速だけど、舞台の方に案内しようかな。お願いします。お願い、かぶった、セリフ。他にも新キャラ出るのかな。でもな、まだ、プロローグ違うかい。なんだっけ、プロローグゼロだっけ、ちょっと忘れ、あ、チャプターゼロだ。チャプターゼロだし、まだみんなは出ないかな。ここがいつも俺たちが稽古をしている舞台だよ。公演もここだね。本当に大きいんですね。はは、今の人気は過去の先輩たちのおかげだよ。最初はすごく小さな劇場をやってたんだけど、2個前の台がすごかったんだ。お、そうなんだ。そっから一気に伸びたんだね。2個前ですか？もしかして、主演だった女性について知っているかも。ちょっと聞いてみましょうか。お、マジ？気になる発言が出てきた場合、ゲットした情報を使用できます。うまく聴取を行い、調査を進行させましょう。関連した情報が出てきた場合はメモが更新されます。消えたヒロイン、謎の予告状、消えたヒロインだよな。はい。お、正解ってこと？あ、グレートって出てきた。2個前というのは、一人の女性が毎公演主演を務めていた台でしょうか。聞かされてないから俺もあんまり詳しくはないんだけどね。俺が昔見た舞台だったら、確かに主演は女性だったよ。お、じゃあ、やっぱりそうなんじゃん。おや、見られたことがあるんですか？と言っても、まあ、両親に連れて行ってもらった1回だけなんだけどね。なるほど。劇団の経歴や詳細については、劇団員に伝えられていないようで、ようね。違う、もう下回りきってねえぞ。無駄な混乱を招かないために、この件はさりげなく聴取していきましょう。お、メモが追加されました。劇団過去について。はい。でも本当にすごかったな。すごく楽しかったよ。たった一回見ただけでこんなに引きつけられるなんて叶わないな。よっぽどの演技派だったんだね、その人は。いえ、それでも変わらない人気はあなたたちの実力ではないでしょうか。はは、嬉しいな。ありがとうね。今日は役者たちのミーティングだから全員は紹介できないんだけど。全員は紹介できないのか、残念。今ちょうど休憩に入ってるから歩いてれば会えると思うよ。マジ？お、来たぞ、なんか。にゃにゃー、せつにゃー、誰とお話し中？なんかすごいキャラの子来たぞ。あ、早速一人来たね。この子可愛くない？にゃー、せつにゃー、もう、いやー、浮気にゃー、噛みそう、この子。そうなの？俺、彼女いないけど、あれ？みーは、せつにゃーをそんな悪い男に育てた覚えはないにゃー。キャラが濃いぞ、この子。いやー、心配してくれてる？あの、こちらの方は、劇団員の人でしょ？あ、そうだった、この子は、これはコスプレ衣装なのか、私服なのか気になるとこだね。みーは、これ名字読めないんだな。ゆめみにゃん。ゆめみんって呼んでにゃん。あ、それならわかりやすい。ゆめみんって呼ぼう。なんて読むのこれ名字。ルリリのゆめみか。お、なんかコメント流れてきたぞ。かわいいって。わかるわかる。かわいいよね。コメント非表示。役者って書いてある。私は桜庭弥生と申します。ゆめみさん。ゆめみん。ごめんって。ゆめみんって呼ぶよ。ゆめみんさん。なになに？かわいいな。ゆめみんさんは、役者の方でしょうか。あ、そうだよ。みーはね、みんなのアイドルだから大きい舞台に立たないといけないにゃ。地下アイドルとかもやってそう。はあ、そうなんですね。あはあ、でも実力は確かだからね。え、
個人的な興味ですが、この方の演技はちょっと気になりますね。いや確かにそうかも。スイッチ入ったらさ、大人のレディーの演技とかもできんのかな。じゃあ次はミーティングルームにでも行こうか。はい、お願いします。あれ、せつにはもう行っちゃうの？行っちゃうよ。うん、また後でね。やよんにゃんもバイニャー、なんか新しいあだ名つけられたんだけど、にゃ、かわいい。え、次は男の子かな、女の子かな。2階にあるんですね。うん、楽屋とかも全部この階だから2階にいれば基本誰かといると思うよ。あれ、これワンチャンみんなに会えんじゃね。ちなみに2階とエレベーターホールは関係者しか立ち入り禁止なんだけど、弥生さんは大丈夫だからね。マジで了解です。あ、ちょっと待って、ん、なんかあった。お、来た。可愛いよねこの子も。スメラギさんって言ったかな。ごめんね突然。なんでしょうか。ちょっと会わせたい人がいて。今大丈夫？はい。これも舞台衣装なのかな。はじめまして、桜庭弥生と申します。カズネさんのご紹介でこの劇団について調査をさせていただいております。そうなんですね。あ、スメラギさん、自己紹介してもらってもいいかな。あ、そうですよね、ごめんなさい。このおね、夏の奥ゆかしさが最高にいいよね。私はスメラギメシアと申します。すいません。メシアちゃんか、すげえ名前だよな。かっこいいわ、スメラギメシア。ほら、読み方合ってた。これ多分掛け狂い読んでたからわかった。え、メシアさんですね、よろしくお願いします。無言。この空気が辛い。あはは、ごめんね、スメラギさんはあんまり話すのが得意じゃないんだ。でもすごく優しい人だから気を悪くしないであげてほしいな。おい、あー、はい、そのあたりはなんとなく察しております。スメラギさんは普段おとなしいけど舞台に立つと本当にすごいんだよね。この子もスイッチング半端ねえのか、見たいわ。まあ最初は教会で歌っていたスメラギさんの声を聞いて、カズネさんが無理やりスカウトした感じだなんだけどね。シュヤンがやばい、舌がやばいぞ。歌がうまいんだね。まだ少しお話しただけですが、確かにとても素敵な声をお持ちですよね。マジかよ、超聞きて。美声ってやつか。は、ん？ありがとうございます。てれてる。その、よろしくお願いします。ね、かわいいぞ。はい、こちらこそ。では、その、失礼します。言っちゃった。そう、キャラクターごとにみんな声が決まってるらしいんですよね。チャプターゼロはまだ出ないのかな、ボイスは。メシアさんはその教会と何か関係のある方なのでしょうか。そうだな、俺もあまり詳しくはないんだけど、たまに集会がとかで早めに帰っちゃうんだよね。えらい、ちゃんと通ってんだね、教会も。でもその分自主練は人一倍励んでくれてるし、合わせなんかもすぐ覚えてくれるから尊敬しちゃうよ。わ、すげえな。なるほど、そうなんですね、ありがとうございます。天才気質だ。いえいえ、それじゃあ行こうか。おい、はい。なんかちょこちょこキャラクターの返事とシュヤンの返事もかぶんだよね。あ、うん、あー、もううるせえな、これ絶対男キャラだろ。あれ、いや、男か女かこれ。やだな、ガモニャン怖い。だからそのあだ名はやめろ。これガモニャンっていうの、なんか揉め事でしょうか。あはは、いつものことだよ。二人とも今ちょっといいかな。お、うん、このキャラかっこいいな。一瞬で静かになったわ。男女、そこすごい気になる。二人に紹介したい子がいるんだけど。あ、もしかしてカズちゃんが言ってた人。え、何、お前知ってんの。え、逆にガモニャン知らないの。バカにされてる。ふぶ、たっさー。はは、いちいち腹立つな、おめえはよ。この子、こいついいキャラしてるぞ。好きだぞ、お前。二人とも静かにね。ででで。これがデフォルトなんですね。んで、君誰なの。知らねえのかよ。あはは、適当に言ってみただけだよ。まさか会ってたなんて、ぐへえ。俺が紹介するよ。この子は桜庭弥生さん。例のカードの件で調査に来てくれたんだ。はぁ。なんかこの子闇潜めてそうなんだよな。なんかちょっと怪しいんだよな、初見から。で、身長の低い方が、早乙女ゆうまくん。あ、低いの？よろしく、あ、君ね。よろしく、早乙女ゆうまね。あ、ちょっとこの子いいな。かっこいいぞ。脚本か。あ、そういえば脚本って書いてあったかも。あ、このやたらツンツンしてるのはガーモニャンだよ。本名知りて。ガーモンだ。これ名字なんて読むのこれ。いいか、変なあだ名で呼ばれてても真似すんじゃねえぞ。マジか。ガモニャンってあれか、あの、ユメミンだっけに言われたのかな。レーゼーガモンって読むんだ。え、レーゼーって読むんだね。あ、役者さんだ。ガーモニャーン。やめろ、めっちゃキレてる。よろしくお願いします。賑やかで楽しそうな方々ですね。
楽しくねえよ、めんどくせえ。え、俺は楽しいけど、せつなくんはなんか真面目ちゃんだね。お前が変なんだよ。ねえ、弥生ちゃんって探偵なの？なんでわかった？はい、そうですが、なんでわかったっつうか、それはわかるか。だって説明したもんね。それってさ、俺たちを疑ってるってこともあるんだよね。そりゃそうだわな。否定はできません。ちょっと、正直ちょっと君はなんか秘めてるものがあるよね。闇的なものを。はぁ、素直なんだね。ちょっとムカつくけど、いいと思うよ。ムカつくとか言われた。嘘をついても変な誤解を与えるだけですので、弥生ちゃんも冷静だね。うわ、弥生ちゃんって友達できなそうなタイプだよね。大丈夫？心配された。いや、お前に言われたかねえだろ。あれ、何の話？いや、疲れたわ、俺。何話してんだ、本当に。ですか、え、ていうかさ、もう休憩終わりでよくない？俺今日早く帰りたいんだよね。お、何か用事でも。え、あー、俺はいいけど。やったー、決まり。俺の意見は聞かねえのかよ。え、どうなんだろう。脚本家の人とかも舞台参加すんのかな。ねえ、弥生ちゃん。メシアちゃんとユメミン呼んできてよ。パシられたぞ、急に。私ですか？場所とかわかんないし。嫌なの？ここのこと知りたいんでしょ？別にいいじゃん。こいつちょっと性格悪いかもしれない。ついでにさ、一人でいろいろ見てくれば？いいじゃん、まさに一石二鳥だね。はあ、そうですか。部外者が館内をうろつくことに対して問題ないのであれば。カズネさんの許可はあるし問題ないと思うよ。なんか途中で拉致られそう。怖い。それにまあ、ちょうど三人で話したいこともあったし、おっとっと、怪しいぞ。え、なに？弥生ちゃんに内緒で悪口？俺そういうの良くないと思うけどな。ユーマはちょっと正直に言い過ぎなんだよ。え、マジ？おいおいおい。嘘嘘、そんなんじゃないよ。なんだ、つまんない。というわけで弥生さんには申し訳ないんだけど、お願いしてもいいかな。わかった、任せて。そういうことでしたら、わかりました。いってらっしゃい。いてくるよ。はぁ、あ。落ち込んでんね、ガモン。ガモニャンでも可愛いじゃん。今時って感じのあだ名だと思うよ。ちょっと無理やり押し付けられた気がしますが、自由に動き回っても問題なさそうですし、とりあえずメシアさんとユメミさんを探しながら軽く館内を探索しましょう。おへ。調査が開始すると画面上部にマップアイコンが表示されます。ほんほん。上記アイコンをクリックし、調査したい場所を選択しましょう。入り口を大階段、大階段、どっちかな。エントランスホール、1階エレベーターホール、2階エレベーターホール、舞台、客席への移動が可能になりました。一気に移動範囲増えた。左上に表示される目標を確認しながら調査を進行しましょう。調査開始。じゃあどこに向かいとか教えてくれる？あ、ダメだ。教えてくれない。夢見メシアを探す。マップ。エントラン、お、行っちゃった。まあ、いっか。誰もいないぞ。高級そうな椅子がたくさん並んでいる。座り心地が良さそうだ。この辺。じゃあ次は、1階エレベーターホール。置いた、メシアさん。あの、メシアさん？え、ひゃ、かわいい。あ、弥生さん。申し訳ありません。すいません、休憩中のところ。いえ、何のご用でしょうか。いや、なんか呼ばれたのよね。いや、呼んでこいって呼ばれた。いや、呼んでこいって言われたのよ。終焉した。したつがもう、カミカミ。え、せつなさんより、伝言です。休憩を早く切り上げるとのことで、ミーティングルームに集合していただきたいそうです。そうなんですね。私なんかのためにわざわざごめんなさい。私なんかとか言わなくていいから。こっちは会話できただけでもう満足。いえ、お気になさらず。それでは、失礼します。いってらっしゃい。あまり話しかけない方がいいタイプの方なのかしら。でも人が嫌いという雰囲気はしないわね。もっとお話しできればいいのだけれど、ちょっとずつ仲良くなっていくかもね。じゃあ次、舞台客席。いるか、ゆめみん。いたぞ。